数式を使った数値の計算方法を学習しましたが、もっと大きな表では数式だけでは手順が面倒になります。 Excel には関数と呼ばれる複雑な計算を簡単に設定できる機能があります。学習していきましょう。関数とはあらかじめ定義された数式のことです。関数を使用すると単純な計算だけではなく複雑な計算も行うことができます。それでは新規のワークシートを開いてください。1から10までの和を計算してみましょう。このセル B2 から順番にセル B11 まで数字を入力してセル B12 に答えを表示させます。一つ一つセル内に入力してもいいのですが、面倒なのでフィルハンドルを使ってコピーしましょう。セル B2 に1、セル B3 に2を入力します。セル B2 と B3 をドラッグで範囲選択し、フィルハンドルをドラッグして10になるまでコピーしましょう。これで1から10までの数値をセル内に入力することができました。ではこの答えを表示させたいセル B12 をクリックしてイコールを入力し、セル B2 をクリック、キーボードからプラスを入力し、続けてセル B11 の10までの足し算の計算式を入力します。最後にエンターキーで確定すると、1から10までを足した数の55がセル B12 に表示されました。10個の数字の足し算でもかなり手間と時間がかかってしまいます。このような場合に関数を利用します。 B12 のセルをクリックして、先ほどの数式をデリートキーで削除しましょう。そしてイコールサム括弧開くと入力します。 B2 から B11 までドラッグします。括弧閉じるを入力しましょう。エンターキーを押して確定すると、先ほどと同じ計算結果の55が表示されました。これが関数です。関数は引数と呼ばれる特定の値を使い、特定の順序に従って計算を行います。関数名に続く括弧の中で引数を指定します。この場合合計を求める関数サムの後の括弧開く括弧閉じる内のセル範囲 B2 コロン B11 が引数になります。サム関数は合計を求める関数です。足し算を繰り返すより手順が短くなります。Excel には非常に多くの関数が用意されています。引き続き、平均や最大値などを求める関数を学習しましょう。では、関数を使って平均値を求めてみましょう。サンプル S02XLS を開きます。5月の営業実績の全国平均の売上金額を、平均を求める関数アベレージ関数を使って求めてみましょう。関数を入力する全国平均の下のセル C19 をクリックして選択します。数式バーの左にある関数の挿入ボタンをクリックしましょう。関数の挿入ダイアログボックスが表示されます。
関数の分類ボックスの下向き矢印をクリックしましょう。分類を選択してください。ここでは売上の平均値を求めるので統計を選択します。関数名の一覧の中から平均を求める関数アベレージを選択しましょう。 OK をクリックしてください。関数の引数ダイアログボックスの数値1のボックス内が黒く反転して自動でセル範囲が表示されています。引数となるセルを選択しましょう。数値1のボックスの右側にあるダイアログ縮小をクリックしてください。ダイアログボックスが小さくなりましたので売上金額が入力されているセル C5 から C16 をドラッグして選択します。引数の範囲が入力されました。ダイアログ拡大をクリックするとダイアログボックスが元のサイズに戻ります。 OK をクリックしましょう。平均を求める関数が入力され、全国平均の売上金額398万6667が表示されました。今関数を挿入した全国平均の売上金額が表示されているセル C19 を選択して、キーボードからファンクションキーの F2 を押して確認してみましょう。イコールの後に平均を求める関数アベレージが入力され、その後の括弧内に引数となるセル範囲の C5:C16 が入力されています。確認ができたらエスケープキーで元に戻しておきましょう。このように関数の挿入ボタンを使えば簡単にセル内に関数を挿入することができます。次に関数に入力されたセル参照を修正して名古屋支社のみの平均を求めてみましょう。関数が入力されたセル C19 を選択してファンクションキーの F2 キーを押します。関数内で修正したい部分括弧内の C5:C16 をドラッグして選択しましょう。ワークシート上の名古屋支社の3人分の売上金額部分セル C11 から C13 をドラッグして範囲選択します。セル内の関数アベレージの後の括弧内のセル参照が C11:C13 に変わり、名古屋支社の3人分の売上金額の範囲になりました。ではエンターキーで確定しましょう。セル内に平均値268万3333が表示され、名古屋支社のみの平均値に修正することができました。このように引数を修正することにより必要に応じて計算対象の数値を変更することができます。